あー全然だ、大きいよねこれ。はい、やばい、そっち行っちゃったよ。でかいよこれ。うわー、ドラグ出てるよ。いや半端だねこれ。釣りてー。あーきつ、あ切れそう切れそう切れそう。というわけで今年の深瀬戦かなり夢がありますよね。特に前江丸さんの釣果を見ていると連日のように40キロオーバーが釣れていますし、6月6日にはなんと 72.6 キロなんて個体が上がっております。すごい。というわけで自分は五円丸から参戦しましたので、ひとまず6月1日と6月9日の様子をレポートしたいと思います。あ、跳ねた跳ねた。お、おいい感じ泳いでった。いい個体だこれ。うん、うわすげえいいのにな、これ食わねえな。おめでとうございます。木村さん、ちなみに鼻掛け？鼻掛けです。あのサイズが回ってるんだったらもっと食いそうなんだけどな。さっき跳ねたのもあれくらい。結構生きがいい。抜けた抜けた、針外れた。まあいいよ、ちっちゃいちっちゃい。あ、すいません。あざす。これ結構いいじゃん。くたくた。いけないか。跳ねた？お、くた。わかんないです、寝坊だな。でもちょっと場所変わりましょうか。クロスしちゃってるんで場所変わりましょうか。あ、大丈夫ですよ。はい、意外と揺れるんだよね。あ、またクロスしちゃったか。いやもうね、上がるんだよ。おお、大丈夫ですか。大丈夫ですか、大丈夫ですか。大丈夫。もうちょい太陽さん向こう離して、石島さん。ちょっと待ってくださいね。いや、小さいよこれ。寝坊だよ。まあ、いいとこ勝ってない。ふわごだ。あー、ハリスが噛んでる。ダメか。
いんじゃないの。起きた。上がります。ごめんなさい、ちょっと行っちゃった。はい、来たよ。マグログロッキーだ。シーラーだ。いや、暴れるから嫌なんだよな。しゃあない、リールを変えるか。さすがに30センチは短すぎるよね。おお、泳いでいく、泳いでいく。お、食った。何これ、食ったか。食った。おお、食った食った。何これ、カツオだね。やったぜ、でかいカツオだ。俺これ、これ食べたい。よし、やったぜ、カツオ。やった。タメさん、マグロあげるから。すいません。ですよね。いや、なんかね、ちっちゃくても大きくてもいいから、あのもうピチピチしてるやつ。あ、ピチピチしてるよこれ。お、来た。ピチピチだからだよ。あ、どうぞどうぞ。マグロ？マグロっぽいな。いやいや、取ってあるんで大丈夫です、これで。はい。はい。
すだって軽いもん。さっきよりでもちょっとサイズ上がったかな。あ、切れた。切れたんじゃないよ、口が切れたんだよ。あ、針が取れちゃった。今のはね、口がぶっ壊れた。口がぶっ壊れた。今日のパターンの場合、だいたい40から50の間で当たってるんですよ。なんで50、60ぐらいまで行ってダメだったらもうチェンジ。でかい。おお、すげえいい感じ。キッケー。これいい感じやけどな。これで食わないのかな。ん、いや、こっち出てくると思うんですけどね。あ、見えました見えました。あと10。よっしゃー。飲んじゃってる？飲んでないよね、さすがに。いや、飲んでる。飲んマッハで泳いでったぞ。おー、これ早い。いや、これかなりいい感じなんだけど、これ食わないんだよね。ちょっと地合いが過ぎちゃったのかな。お、お、こんなに深いところで食うんだ。食った食った、深い、めちゃめちゃ深いわ。
あ、やべ、こっち行っちゃった。どうしようか、これどうしようもないね。寄せるしかない。うわどうしよう、これこっち行っちゃったね、反対側行ったようですね。久々に100近くまで来ましたね。あ、なんかこれ飲み込んでるよ、もしかして。飲み込んでるかな、なんか変な手応えだな。あ、ヒラマサだ。なんか変な手応えだと思ったら、いや楽しかった。なんかでもちょっと引きがやっぱ違うんだね、キハダと。え、ヒラマサなんて釣れんの？ああそういうことか。ダメだ、泳がない。あ、泳げたか。いや、40m、 そろそろ食ってくれ。おお、久々に走るぞ。久々に走りますね。5キロちょっとまで入れたぞ。いや、でかい。でかいっていうか、まあそんなじゃないけど、さっきのやつよりは全然でかいと思う。とはいえ、別にそういう、なんかこう、悶絶するようなものでもないかもしれない。
あ、全然大きいよねこれ。はい、ハリスが70センチぐらいしかないからな。問題なのはそこだよね。しんちゃん、しんちゃん、いや、ここ外れるかな。外して戦いたいぐらいのサイズはあると思うよ、これ。ねえ、ママ行くな、これ。え、いや、これママいいよ。あっちゃんそう言うんだから。なんだろうな。いや、出ちゃうな。これで爆発広がるな。出ちゃうもんな。とはいえこれも8キロ入れてるからな。これで9キロだと。やばい、そっち行っちゃったよ。いや、じゃなくて、糸がそっち行っちゃってる。行こっか、じゃあ。ちょっと、あ、やばい、やばい、擦れるか。やばい。これダメだ、擦れてるわ。ちょっとあの、リレーしてもらってもいいですか、竿を。竿をリレーしないと多分無理かも。結構ドラが入ってるんで、ちょっと重いですよ、重いですよ。そっち。はい。
あ、絡まった？絡まったね。多いよ、気をつけて。多いよ。いや、でかいよこれ。これガチなやつだと思う。投げた方がいいね。え？これね、ドラッグだってし、これ以上締めらんないでしょ。もう10キロぐらい入ってる多分。ちょっと若干操船でサポートしてもらった方がいいかもしれない。やばい、擦れる。あー、やばい。これ擦れてないか。あー。OK。いや、悶絶した人は本当に悶絶したのやつ来ちゃったよこれ。うわー、ドラッグ出てるよ。これ以上ドラッグ死ねらんないな。釣りてぇ。ちっちゃん、もうちょっと前。あー、きつい。あ、切れそう、切れそう、切れそう。これ。OK。これよく切れねえな。カットヒラマサだぞ。船こっちですね。ちっちゃん前。うわー、やべえこれ、やばすぎ。ああ、いや、潮に乗って体重だけだとしたらこれもうあかんですねこれ。あー、また出ちゃったよこれ。きついわ。20ぐらい。いや、半端ないこれ。なんかみんなが悶絶する気持ちが分かってきた。
今度向こうに行っちゃったかな。泳いでもんね。いや、あね、負けないのよ、リールが。あ、こっちに向かってたか。ちょっと刺激しないようにそーっと行こう。そうそう、いいぞいいぞ、よし、いいぞ、刺激しないように。あーあー、ダメ、行かないで。ああ、うわあ、潮に乗ってる。いや、これ潮乗ってんだけだと思いますね。いや、でも化け物ですよ、マジで。ああ、綺麗そう。また出ちゃったね。あ、出た。まあ多分、あ、あれ特殊だな。どこで、あ、針あるじゃん。あ、口が壊れたんだよ。口が壊れた。だから魚の大きさに対して、ということ、糸すげえなこれ。なんだよ、口壊れたんだよ。